はい、こんにちは、ピエストです。はい、エスケです。さあ、本日の企画は何ですか？ダイエル会計太田優しい。久々やし、あのほんまにね、今回はもう大天才。あ、今も天才、今も天才やし、多分みんな見たかったんではないでしょうかっていうコラボも兼ねて。あ、そういうことね。ケータ天才ってことなんですけど、はい、まあ、情報によると。どうしたんですか？あの、はい、プロよりうまいらしいです。これガチで、あの元プロの人が言ってたから、うん、プロよりほんまにうまいって。うまい。そう、多分プロ慣れた、実力あった。あ、プロから誘いとかも来てた。あ、そうな。そう、プロから誘いとか来てたけど、はい、そのまあやっぱあのね、ユースってまあいろいろあるんですよ、うん、その自分のトップチームに上がらないとなかなか難しかったり、うん、その強豪のユースであればあるほど難しくなってくるとかっていうのがあるんで、はい、まあ、そこら辺もね、いろいろ聞いていけたらなって思うんですけど、はい、会いに行ってみますか。はい、行ってきますか。それでは向かっていきたいなと思います。そう、はい、本日もね、品川カルタグランドに来させてもらってるんで。はい、いつもありがとうございます。さあ、来ました。います多分知ってる人も多いと思う。ありがとうございます。あ、来ました。見た目でうまいってわかるやん。いや、もう全身黒って大体うまい。お願いします。こんにちは。そう、名前の自己紹介だけいいですか？はい、中村俊介って言います。お願いします。早速ね、ちょっと座って、はい、いろいろ聞いていきたいなって思うんで、はい、早速座って対談していきましょうか。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。はい、じゃあそれではね、早速いろいろ聞いていきたいなって思うんですけど、はい、まあ、最初に軽く経歴聞いて、でそこから今どういう風に活動してるのかとかね、まあいろいろ聞いていきたいなって思うんで、はい、お願いします。はい、あんまり知らないもんね。あ、そうっすね。僕わかんないっす。でもね、けど小学校のこととかまではさすがに知らないんで、その辺は話すのは初めてですか？そうだね、小学校からは初めて。レア映像やな。まあ小学校からの経歴、まずチームからお願いします。小学校は埼玉県の新座市っていうところ出身で、だいたい新座市っていうと新座片山っていうのが有名なんだけど、そこは結構厳しいからずっとそのところから逃げてきてて。あ、そうなんだ。だから2番目ぐらいに強いチームにいて、でまあそこからあのトレセンとかに入ったから、中学校から浦和の方からオファーが来て、で入ったっていう感じで。すごいっすね。トレセンってどこまで行ってました？トレセンはナショナルの1個エリートプログラムとかがあって、そこまで行ってっていう感じ。そんなマッチクラブとかからも行けるもんなんですか？いやー、でも全然覚えてないんですよね、ちっちゃい頃のプレーとかって。でもたまたまなんか行けたみたいで、そこから中学で、はい、高校もそのまま上がってっていう感じです。あ、そうなんですか。その時から結構あれですか、今結構小柄じゃないですか、うん、その時からあれですか、小柄な選手だったんですか？めっちゃめっちゃ。あ、そうなんですか。めっちゃちっちゃい。で結構頭使ってプレーするとか考えてやったんですか？そうかね、そうなのかな。全然覚えてない。すごいな。なんかナショトレって身長順で分けられるんだけど。あ、そうなの。そう、分けられたんだけど、今はね、それで一番ちっちゃいクラスみたいな。あ、マジっすか。そうそうそう。結構なんかよく消えた天才で多いのが、やっぱ小さい時大きくて昔活躍できて、だん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 周りがでかくなって活躍できなくなって消えたっていうパターンが多いんですけど、もう違うっすもんね、小さい時から。小さい頃めっちゃちっちゃかったね。もう中学、浦和。そう、浦和。で、浦和時代はどんな感じだったんですか？浦和の時もめっちゃちっちゃくて、はい、中1で中3とか入ってぶっ飛ばされた。そうなんですね。ぶっ飛ばされて、最初の頃、まあ、中1から中3には絡んでなかったけど、はい、まあ徐々にって感じで、その3年で出てたら、はい、まあある程度の選手はユースに上がれるんで、そこから行ったっていう、またユースに上がれたっていう感じで。なんかその時はトレセンとか入ってなかったんですか？トレセン、まあもう多分代表しかなくて、代表には入ってなかったから。あ、ね、あ、メニコンカップ選ばれたぐらいかな。夏にあるそのクラブユースって大会があって、そこから何人か選ばれる。そう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 。ジュニアユース時代の大会とかの実績とかってあったりするんですか？は中2時のベスト4ぐらいかな。あ、全国ベスト4ですか？俺らの時は16ぐらいで負けちゃった。でそのまま高校上がったんですか？そう。高校時代はどんな感じだったんですか？高校時代は普通に過ごしてて、まあ、高3の時にありがたくな2種登録みたいなのされて、はいはい、それでトップ上がれるか上がれないかっていうのをずっとやってた。あ、そうなんだ。じゃあトップの方にも練習参加行ってたって？あ、そう、キャンプ、最初のキャンプとか。えぐいな、レッツの2種登録とかってめっちゃ難しいんじゃん。いや、すごいと思う。運がいいだけです。その時は小さかったんですか？うん、小さかった。全然。じゃあ頭使いながら常にプレーしてみたいな。そうだね、そうだね。
そう、なんか上手かった選手とかいます？なんかミシャってわかる？あの監督ですか？ペトロビッチ、そう、ペトロビッチ監督1年目ですごいなんか特殊な練習をするんだけど、スリータッチ、スリータッチリターンなし、ツータッチ、ツータッチリターンなし、最終的にワンタッチリターンなしになる。あ、そうなんだ。もうそんなんやったことないから、もう鬼は、もうハマるんだけど、普段経験してないから。でも柏木選手とかマジで上手かったね。すごい、見えてる。周りの一緒に2種上がっ、2種登録で上がってた人たちも結構やっぱ苦戦はしてたんですか、上がって。キャンプに、はいはい、あ、うん、多分してたんだと思う。でも結構調子よくて、その同年代で 3,4 人キャンプ行ったんだけど、はい、夏にもう一回俺だけ寮に泊まって、呼ばれたんですか？そう、やってて、えぐいな、なんか、はい、ありがたく行けて。それでトップからの話は来なかったんですか？もう最後結局上がれないってなって。えー、そうなんですか？その理由とかってなんでかってありますか？まあ運とタイミングも多分あると思うけど、まあただ単に自分がバケモンじゃなかったっていうだけですね。やっぱバケモンしか上がれないもう運とタイミングを全部吹き飛ばすぐらいのバケモンだったらいつでも上がれると思うから。いや、これ大事やな。なんか大体の選手が運とタイミングって言ってる中でさ、それを吹き飛ばすバケモンやったらもう関係ないってことですね。そう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 。その時監督はミシャ監督やったんですか？そう。外国人監督っていうのもちょっとなんか俺あれかなって思うけどな、まあ、そう、1年目っていうのもあって、あと難しいですよ、ね、やっぱお金あるしね。あとは浦和レッズとか、 他から J1 のトップみたいな、そっから取ってこれるから、なかなか出れないって言ってたんですよね。高卒で行っても上がっても出れない。当時それで一緒に敵でもいいんですけど、うん、やっててなんかエグかった選手とかいます？はクラブユースの時に京都とやったんだけど、はい、なんか7番つけてる子がいて、はい、でしかも両足切れてドリブルバケモン誰だよって思って、はいはい、調べたらまだ俺が高3の時の高1で、マジでいいか、奥川雅也選手がいるんだけど、はい、海外ドイツ、はい、今ドイツ中、あれいや衝撃受けた ね、 でもね、中島翔也選手とかよりも衝撃受けたっすか、うん、マジっすか、うん、どんな感じなんすか？いや、なんかもうネイマールみたいな、で両コーナーキック右だったら内巻きで左足で蹴るし、こっちだったら右足で蹴るし、はい、変わんないし。え、マジっすか？マジでビビった。それでも今海外やったら結構苦戦したりもしてると思う、ね、代表にまだ入ってないしね。ほんまに代表レベルってバケモンなんですね。そうだね、なんか代表になった選手とかでやってるけど、やっぱ守備とかそういうところも本当に重要だと思う。あ、まあ、献身的に走れたりとか。で、そっから大学は行ったんですよ。そう、大学行ったね。で、高卒のタイミングで、うん、なんか僕はプロからオファーとかは来なかったんですか？いや、J2 だったら2チームぐらい、はい、そう、話ってかすぐ練習参加とかしてっていうのはあったんだけど、はい、なんか当時結構固い考えじゃないけど、あ、まあ、日本って引退したらとかいろいろ考えるから、それで親とかと話してなんか大学に行くってなった。けどなんかそれって結構難しくないですか？難しいよね。プロ行きたいっていう自分の気持ちと、そうだね、そうだね、やっぱ大学も挟まないとダメなんかなっていうのが、親とかのこと考えたりとかっていう、なんか当時の心境的にはやっぱプロ行きたいっていう気持ちもあったりはした？あった。最初は行きたいって言って、うん、で話し合いになって、はい、まあでもあっちの意見も親とかの意見も聞いていく中で、はい、まあまあなんか大学から普通に戻ったりとか、ちょうどその時してたから、長友選手とか明治がとかやってたから、まあ確かにそうだなっていう、まあまあそうだね。大学は専修大学っていうところに行ったんだけど、はい、わかる、専修大学わかります。あの今なんか結構下行っちゃったんだけど、当時はもうバケモン強くて、あ、そうなんすか。そう、そこに、あとまあもう条件が整えすぎてて、はい、それこそ関西も関大と関学とかあったんだけど、はいはい、もう家から通えて寮入んなくていいっていう条件がマッチしすぎて、あ、そうなんですか。しかもめっちゃ強かったから専修大学に行ったっていう感じです。で、免除とかもあったんですか？専修は誰もない。あ、そうなんですか。誰にもしない。免除の話はもちろんあって、全然あ、他の大学とかあったけど、はい、なんかありがたいことになる、親とか払ってくれるとか言うから。で、専修大学時代はどんな感じ？専修大学は1年の時は本当に1試合ぐらいしか出てないかな、 1,2 試合ぐらい。あ、トップでってことですか？エグすぎて。あ、え、1年の時から周りがエグかった。トップには混じった。そう、混じってたね。それめっちゃすごくない？すごい、え、関東リーグ3連覇ぐらいしてるの。あ、そうなんですか。その時、うん、ありえないことで、はいはい、すごいっすね。40、50年ぶりみたいな、はい、感じの時ぐらい、はい、時に入ったから強すぎて、でまあ2年でちょい、3年でちょっと出てみたいな感じかな、はい、4年はどうだった？4年は
俺ももう、ふて、なんか、大体、上がれなかったと思ったけど、バケモンじゃない限り、はい、まあ、な監督に合う、合わないとか、はい、まあ、出れる、出れないとかって生まれてくると思うんだけど、はい、で、そういう感じになってて、まあ、3年の時とかは普通に出てたんだけど、はい、なんか、俺別にサッカー選手になんなくていいや、いいやっていう感情が生まれて、はい、なんか、知り合いのおじさんとかが社長とか、すごいお金を持ってる人とか、はい、なんかお金持ちが周りにいた環境で育ったから、はい、いや別にもうサッカー選手になって体制できるか分かんないのに、はい、サッカー選手にならなくていいやってなっちゃって、はい、4年も関東リーグ最初3試合ぐらい出てんだけど4試合目ぐらいで1回干されて、はい、でもいいやってなって、はい、自分から下のリーグでやらせてくださいって言ってマジですか？やめた抜けた。あ、もうトップを抜けた。トップ抜けたで下のカテゴリーでやってたんだ。そうそうそう、初めてのパターンやな。熱がなくなって試合出てて熱がなくなるってことっすよね。熱なくなって、はい、もう就職しようとしてて、はい、普通になんか体育会系サッカー部でちょっと勉強してたりとかしたら、はい、なんか大手とかいけんじゃねみたいな課金コインとか、ね、だからちゃんと勉強も資格とかも取ってた。マジですか？実はで卒業後、うん、就職はしなかったんですか？そう、なんかそのじゃあいざ辞めるってなるときに就職しようとしたんだけど、はい、やっぱりサッカー選手になりたい俺が生まれてきて、はいはい、そこでまた生まれてきて、はい、でもなんかお金持ちにはなりたいみたいな、はい、会社いいとか言って、はい、だったらじゃあどうしようかって思って海外行って、はい、もう1年間どこの国でもいいし、うん、どのレベルでもいいからプロになって英語勉強しながら1年間やって辞めて就職しようと思ってた。あ、だから俺マルタっていう国最初行ったんだけど、はい、もう英語圏なのマルタって、はいはい、だからもう本当に英語圏サッカーみたいな調べてプロとか調べて、そこがマルタだったからもう国のレベルとか何もしないんでそこ行ったみたいな。え、代理人とかなしで飛び込みで一応現地にあのいろいろやってくれる人がいて行った感じで。マルタでどんな感じだったんですか？マルタで1年間やってて英語とかも勉強してたんだけど、はい、やっぱ海外行くと人生変わるとかぶっ飛ぶって聞くと思うんだけど、はい、マジでそうなって、なんだろう、海外の人のキャラクター性格、はい、とかもすごい陽気で何も考えて楽しそうみたいなの見てて、うん、あ、俺何やりたいんだろうってもう一回自分問いかけて、サッカーだったからサッカーまたちゃんとやり始めた。あ、そういうこと。そう、なんかお金持ちとかっていうより、そうそう、本当にそう、好きなことが、まあ、サッカーやなっていうふうに自分で気づいて、うん、一回そこからサッカーに。そういうこと。そのプロとか断ってまでそうなって、でそこから海外ではどんな感じだったんですか？海外はその後マルタで 1.5 年ぐらいやって、はい、次ラトビアっていう国行ったんだけど、はい、でそこで1年やった後にインドネシアっていう国行って、うん、で辞めて、はい、で26だったかな。でその当時にあのコロナのタイミングとか重なって、サッカー、まあ、違う国行くとか待つとかいう選択肢になったんだけど、はい、その時もうなんかやりたいことしかやれない精神になってたから、はい、いやもうサッカー選手じゃないこともやってみたいなみたいな思って今まで来てるみたいな感じ。あ、なんかその海外サッカーやってたじゃないですか、うん、もうそれはプロ契約でお金ももらってみたいな感じ。そうそうそう、そう、インドネシアとかなんて普通にめ活躍したら結構な給料もらえたり、あとは 4,5 万人とかの前とかでサッカーできたりするから。あ、そうなんですか？そうそうそう、日本より暑いから。マジですか、うん、それ一部とかで。あ、そうそうそう、あ、もう一部にいたんですか？一部にいた。あ、マジですか、うん、マルタでやって、でそっからラトビア行って、そっから。それはあれですか、やっぱ成績が良かったから向こうからオファーが来たみたいな。そうだね、またそのヨーロッパで活躍してると、やっぱヨーロッパにいる方がレベルも高いんだけど、うん、はい、お金はちょっと少なかったりするので、そこでまた選択になって、はい、アジア行くと、まあ、ちょっとお金良くてインドネシアだったら大勢の前でやれるしみたいな選択になって、はい、まあ、もっと若かったら多分まだヨーロッパとかいたと思うけど、そこではアジア行くっていう選択をして、ってあれっすよね、インドネシアとかなんかファン同士の殺し合いとかもあったりする。やばい、すごいね。やばいやばい、もう1試合負けて DM100 件とか。マジですか？アウト、いらないいらないいらないみたいな。まあ、そうなんですか？すごいよ、通帳オフにしたやつ死ぬ、あれは。中俊くんね、じゃあサッカー選手終わって、うん、大体3年くらいですよね、今引退して。そうだね、そうだね。で、そっからどういう風に人生歩んで今までここまで来たのかっていうのをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、引退してからはなんかどういう風なことやったんですか？引退してからは、その、それこそ海外で俺が選手としてやってコネクションできたチームだったり代理人とかいろいろあって、俺もそうだし、 J リーガーとか高校から高校大学からプロになれなくても
能力ある選手とかトライしてあっちで、なんだろう、上に行ける環境があるっていうのが分かって、でそれをなんかいろんな選手、俺はサッカーやる気なくて最初は行ったけど、サッカーやりたい選手、やる気ある選手いっぱいいるから、その人たちに少しでもなんか選択肢広げられたらなと思って、サッカーのエージェントを始めたんだよ。あそこでちょっとエースケとの共通の人が一人いるんですよ、海外で男性とした例が一人いるんで、まあ、名前言っちゃってください。僕の高校の先輩なんですけど、その丸川大成さん、一緒にやってたこともあるんやな。あ、もちろん2校上にいたから、こいつと高3の関係で、エースケがトップにいて、で大成君もトップにいたんだ。あ、そうで、大成さんがスタメンで、あ、そうなんや。そうけど、たまにスタメンとかも外れたりしてたんだけど、結局選手権とか出てて、普通にスポーツ推薦とかじゃなくて普通に中央大行って、けど全然多分トップでも試合絡めず、けど海外で行きたいってなった時に多分俊君と多分出会ったんですよね。そうそうそう、広島南時代もなんか、まあ、どっちかといったらその同じポジションの選手が怪我して大成君がメンバーに入った的なこともあったりするよね。そう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 、だからそれまではベンチやったってことやな。2年まで B チームやった気がする、多分高2の時も。ぶっちゃけエースケ的にそこまで海外ですごくなると思った？いや、思ってなかった。全然エースケの方が上手かったよ当時は。俺が高3と大勢さんが高3の時比べた時やったら、圧倒的に俺の方がそれなんて言うんやろ圧倒的になんて言うんやろあの、まあ本当海外で評価されるプレースタイルとかもう違ったりするから、はい、それでもう活躍してトントン行って、今すごいよね。いや、すごいです。もう練習とかえぐんやろ。 J1 でちゃんとスタメンで出てないともらえないぐらいだからえぐいよな。えぐいよ。プロではないんだけど、はいはい、セミプロフェッショナルみたいな感じでやれる国もあるから、そこをおすすめするね。俺マジサッカー関係なしで本当に海外行くのマジで行っておすすめできる。だからそれもすごいいいよっていう話をしておすすめしてるかな。ぜひ海外挑戦したい方はしゅんくんのチャンネルと SNS 概要欄に貼ってあるんで、はいはい、でそちらから連絡したらいけると思うんで、じゃあちょっとしゅんくんのここで実力教えてもらえますか。そうですね。この後じゃあちょっと1対1軽くやっていくんで、じゃあお願いします。お願いします。うわぁうまいオーケーオーケーオーケー、うまい。オーケー、最初行け、行け、行け。じゃ最初攻撃。オーケー。あんの？うわあ！よしよしよし。これ不正だな。でかいぞ。外した。でかいぞ。ちょっとスピード乗ってきたな。いいよ。ナイス。やばい。よっしゃー。やばい。よっしゃー。よしよしよし。じゃあ最後にしゅんくんのね、あのチャンネルとかあの SNS も概要欄貼ってあるんで、海外挑戦興味ある方はぜひそちらも見てもらえたらなって思います。はい、また定期的にコラボお願いします。そうだね、はい、ありがとうございます。こんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャオ。